はいどうもレインチャンネルです。今日撮影しているのは9月6日になってます。まあ関東地方はそうなんですけど、結構気温の低い日が続いてるような感じなんですけど、全国的にかどうかちょっとわかんないんですけど、まあちょっと秋物の紹介をねまたしていこうかなというふうに思います。まあ結構引きこもり生活が続いてるのでね、僕はあんまり秋とか季節関係ない感じになってますけど、まあちょっとね季節らしいものをちゃんと紹介していこうかなと思って、今回は商品購入レビューをやっていこうかなというふうに思います。で、何を紹介するのかっていうと、またワークマン企画ですね。ワークマンもね続々と新作が入ってきてて、これいいなとか、これ使いやすいなとか、コスパむちゃくちゃいいなって思うものたくさんあるんでね、まあちょっとずつだけど紹介していこうかなというふうに思います。まあ別にブランドもやらないっていうわけじゃないし、ブランドもこの後にも商品購入レビュー控えてるんですけど、まあブランドもだけじゃなくってね、そういうファストファッションもいいんだよみたいなねことを伝えていければいいかなと思って動画にさせてもらいました。で、今回はワークマンのセットアップを紹介していこうかなというふうに思います。もちろんバラでもいいんだけど、個人的にセットアップがすごい良くって、セットアップで紹介していこうかなというふうに思います。まあだらだら喋ってもしょうがないんでね、商品を紹介していこうかなと思うんですけど、今回紹介したいアイテムはこちらになります。こちらのやたら派手なアイテムになります。これトップスだけなんですけど、一応パンツもこういう感じであるんですけど、パンツの方は裏側がこう真っ黒な切り返しになったようなデザインなんですけど、パーカーの方は裏面も同じ柄で配色されてるって感じなんですけど、実はこれセットアップじゃなくって、これの本来のセットアップって、これと同じで背面が真っ黒で、ジャージタイプのスタンドカラーのタイプが出てるんですけど、個人的にはフードがついてる方が好きだったんで今回こっちを買ったんですけど、本当のセットアップがいい方はまあスタンドカラーの方を買っていただければというふうに思います。で、トップスの方が耐久撥水ウォームジャケットっていうアウターになってて2900円になってます。で、パンツの方がストームシールドストレッチパンツというパンツになってます。で、一応パンツの方は50回洗濯しても持続する撥水性能をつけたという、撥水がついたパーカーになってますね。で、パンツの方は前側は冷気をシャットアウトする防風のストレッチ素材を使ってて、後ろ側は余分な熱を逃がすためのストレッチニット素材になってます。裏側はこの熱を逃がす感じになってて、この前側は冷気が入ってこないような防風仕様のパンツになってます。なので表と裏だと性能が違うっていうのがね結構面白い感じなんですよね。熱がこもらないっていうところもすごいいいと思うんですよ。蒸れないというか、結構ナイロンとかポリエステルとかのアイテムって真冬でも蒸れたりするじゃないですか。だからそういうところはないってところがよくって、今回これを選びました。ただ柄で選んだってわけじゃないんですよね。で、値段の方なんですけど、トップスが2900円でパンツの方が1900円になってます。で、今回これ僕は派手な柄を買いましたけど、柄じゃないものも無地のものもあるので、まあ、そこはお好み合わせて買っていただければというふうに思います。個人的に僕はその柄物が良かったんで柄のセットアップとして買いましたけど、ちゃんと無地もあるので普通に使いやすいアイテムもあるので、そっち選んでもらえればなというふうに思います。僕がオンラインホームページ見てる段階だとこれ両方とも載ってなかったんで、この動画アップされる頃にはアップされてるかもしれないので、一応ネットをチェックしていただければなと思います。まあ、載ってなかったらね店頭行って見てもらうのがいいのかなと思うんですけど、紹介するところとしてはそんなに紹介するところもないんですよ。まあ、フルジップのパーカー型ですし、パンツの方もさっき言った通り後ろと前が素材が変わってて、まあ、防風と熱を逃がすシステムになってるような生地を使われてるってことぐらいなんですよね。特別変わったことはないんですよ。パンツもねサイドにポケットが配置してあって、バックポケットはない仕様になってます。ジャージのような感じって思ってもらえればいいのかなっていうような感じになってるんですよね。あとなぜかよくわかんないけど、この膝のところに物が入れられるポケットがついてるんですけど、これはまあ使わないと思うんでどうでもいいかなっていうところですね。で、まあウエストは紐で縛るようなゴム仕様のイージーパンツ仕様のパンツになってます。で、あんまり形としてはシンプルなものだからそんな紹介するとこないので、ちょっとコーデ画像あげようかなと思うんですけど、こちらになります。まあこういう感じの、まあセットで着ればド派手なセットアップなんですけど、個人的にはねパチンコ屋に行く用の作業着みたいなイメージで今回買ったんですけど、まあ、前回紹介したシュプリームのエアフォースワンとこのセットアップ使って、ハットはフェイクレザーの GU のハットっていうコーディネートにしたんですけど、まあ、全然普通にワークマンっぽくなく使えるアイテムだと思うので、形も綺麗ですし、まあ、使いやすいんじゃないかなっていうのをね僕は思うんですよ。着替えるの面倒いなとかっていう時に使いやすいアイテムなんじゃないかなと思って、まあ、秋の楽なアイテムとしてね今回紹介させてもらいました。まあ、特別何がすごいとか特別何か変わったっていうところはないんですけど、まあ、個人的に使いやすいしコスパもいいしってところでねいいんじゃないかなと思って今回は紹介させてもらいました。まあ、別にねむちゃくちゃいいからこれ買ってよっていうアイテムではないんですけど、まあ、非常に面白いアイテムだと思ったのでね今回紹介してもらいました。まあ、僕はねパチンコ屋の作業業に今回これ買ったんで、まあ、これでねパチンコを打とうかなというふうに思ってるんですけど、まあ、こういうふうにねパチンコ屋とか行くぐらいだったらねやっぱそういうセットアップとか楽なんでね便利
かなと思って今回はこれを選びました。まあ別にこの派手な柄を選ぶ必要はないと思うので普通にブラックでもいいと思うし、まあ使いやすいものを選んでもらえればってさっきも言ったけど思うので店頭で手に取ってもらってね見てもらった方がいいのかなと思います。まあ他にも派手な柄ってもう一色か二色多分これの他にもあったと思うんですけど、個人的には柄物だとこれが一番良かったかなと思ってこれにしたんですけど、まあお好みに合わせてという感じですね。まあそんな感じでね今回紹介したいのは以上になるんですけど、いつも通りインスタの方にコーデ画像の方を載っけておきますのでもしよかったらご覧になっていただければと思います。で先ほども言いましたけど僕が今この撮ってる段階だとオンラインに載ってなかったので、まあ、店頭で見ていただくかオンラインもう一回確認していただくかちょっとしていただければなというふうに思います。店頭行くのが一番間違いないんですけど、まあお近くにない場合はネットでってなっちゃうと思うんですけど、ワークマンで全部が全部ネットに載ってるわけじゃないので、まあ、ちょっとそこは見てもらった方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、もしかしたらこの動画アップされる頃にアップされてる可能性もあるのでね見てもらえればなっていうふうに思います。そんな感じでね終わりにしようかなというふうに思います。でいつもお願いしてるんですけどグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you